始まりました。ウイチの江戸川ナイス。はい、どうもナイスでございます。本日は第42回新春金杯だるま屋カップとなってございます。後半戦ですということでございますけれども、前半坊主坊主大神スーパーガビ一本という、はい、まあ、さんさんたる結果だったんですが、私休憩中にちょっといいとこが当たりまして、まあ完全に傷が癒えたわけじゃないんですけど、気持ち的には楽になっております。休憩中エアーはズバズバ当たりますね。まあでも、エアーは鼻水となんか風邪といろいろと、そしてもう一人はもっとやるんです。朝より痛い。前回見ていただいたら分かるんですけども、また痛風が再発しているというところから、一番ひどいのがありますよ。本人気づいてなかったと思うんですけれども、休憩中にさらにあの足が鈍ってました、はい、足落ちしてるよ。うまいこと言いますね。いや、うまいこと言います。ただもう対策はもう何対策は完璧です。どうしたの？11レースまで船券買いました。これやっぱこの移動がやっぱり来るんで。あ、もうそんなに？はい、12レースは負け額とか。え、じゃあ買ってきてやるよ。お金渡しの。ちょっと怪しい、危ないんで。やりそうじゃないですか、ウイチさん。やらねえ。やり、なんか変なの買ってきそうじゃないですか。手直しはしてあげる。それがダメなんです。12レースはやっぱりほら負け額とかと合わせて決めなきゃいけないんで、とりあえず先に買っておくありかもしれない、うん、まあ、もちろん付け足しとかで頑張っていく可能性はありますけど、一応買ってきました、ね、はい。最悪テレポートで。さあ、テレポートは入ってない。もう今日は2人が満身創痍の状態ですけれどもね、はい、頑張ってちょっと休憩中に整えましょうと言ってきたんで ね、追い風も若干出てきております。あら、本当だ。いい感じにこれがなるかもしれません、はい、頑張って後半行きたいと思います。よろしくお願いします。視聴者の皆様おはようございます。9レースですね、後半戦最初の9レース、私の予想はこちらです。福来選手をまずは本戦として、だったら秋田さんも足悪くないので、スタートさえ持たせたら、まあ、なんとか先回りしたところ福来さんが刺すような形で、あと内側元ついてるようだったら庄司君の一発もあるんじゃないかなということで、こういった買い目にしました。こっちでは3はなくて、下の方では3頭で見てると、こっちで入れないのがポイントでしたね。なんか先に買ったから間違えたんじゃないかっていうすごい不安があるんですけど、まあ、その時多分岡部選手ですよね。差しを狙ったのかな。3がちょっと流れ気味になってっていう感じですかね。はい、この音楽が鳴り終わると同時に松次が一番元気まであるんじゃないですか。もしかしたらこのチーム何頭、ね、2頭、6頭、6頭もろいっすよね。および堤防スタンドは末永くお元気で、はい、まあ、そういう人っていきなり来ちゃうからな。それだけが心配です、はい、さあ後半戦でございますけれどもね、いきなりですが仕掛けたいと思います。福来選手、まあ、もちろん最有力だとは思ってますので、刺してもまくってもよしのクリッキー2、3着でこっちに行け。クリッキーのあの雰囲気だったら下手したらバチッと決まったら一気にいっちゃうだろうなというところから、1、2を残してという感じでございます。6番 6.72 以上です。
な最速が欲しかったですね。そうですね。2日目の3分の時はあの体勢でね、インサイドかかってクリッキーに気配あり、ね、ところで6-2前6-2、まあ、ここ本戦として、はい、5-1-2-6前、これ篠田さんなんですけど、まあ、先にまくられてまくってんのがクリッキーなんですけど、すげえ後伸びしたように見えたみたいに、お守りとしてちょっとここを買ってみたいなと思います。はい、これはリッキーが一気に行くだろう。できる対戦メンバーは1号手秋田健太郎、2号手福成剛、3号手石畑翔一郎、4号手岡部大輝、5号手品田直樹、6号手栗木翔。リッキーから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。栗木、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 そう、そう、行け翔一郎、行け。スタート、スロー戦スタートに1番手に余裕だろ。準優いけるんですかね。え、準優いけるんですかね。大丈夫か、お前、本当にもう大丈夫じゃないです。痛いです。買ってあるんで大丈夫です。ほんと1レースごとに足落ちしていくから、ひどいですよ。いやー、どんどん髪が荒くなってきてんな。さあ、いよいよ火がついてまいりました。私ここですね、3つに一抹の不安を覚えます。というのも、かなり水面が落ち着いているように見える。3つは波と風があってこそだと思っておりますのでね、そうなるとメッシの出番あるんじゃないですかというところ。ただし、このね、メッシが今節今一つよろしくないということで、まあ願ったりかなったりというか、いろいろ条件的に合致するので、新ウイチガイプラスでいきたいと思いますね。21前2前1まで見ての、いつもの買い方オール 2K、 これでいきます。はい、10レースですね。もう買ってあるんですよ、これだ、間違いない。せーの、こちらです。1から34の2346、3つの2000ですね。
多分おそらく 1,2 が飯山選手が売れると思うんですけど、飯山選手コンテンツちょっとピリッとしないので、あくまで3番手まで小金井選手と、磯村選手で、コースのリッキーだけこのメンバーにあるとちょっと厳しいかなと見て、あえて思い切って切らせてもらいました。リッキーごめん、好きなんだけどね。うん、4頭1,2 はチョロだけど、チョロだけど、これ珍しい。4にしちゃった。なるほど、ここを勝負としましょう。1345K 1244、各 5K 14前、各 5K 5前前、お守り 0.5K、 嘘、 0.4K、 お守りね、江戸川締め切り1分前でございます。逃げなきゃ終わり。3つと真珠やるさ。3つは10です。僕勝負に出ました。俺もです。俺もです。これ外れたら何すっか分かんない。マジか。覚悟して。いやいや、見ないでください。足を。なんだ、切れちまったのか。一旦切れちまった。一旦切れちまった。43K 3つがやられるな、これ流れ的に。2001あるな。うん、よしよしよし、チャレンジするだけ上がった。レッシュ遅れた。3つの遅れが一番だるいからな。これ一番嫌なやつ。よしよし、先回れ。なんで流れるかね。逆だよ。めちゃめちゃ流れてった。うわ、この頭で思ったのか。おい、流れだけ1,3,4だろ。これはもう本気で頭に来てしまったな。これ足が痛くなければ変えましたね。そんなことない。残して3着。ここだけ日本人何も。これ足が痛くなければ変えました。痛い。足が痛くなければ変えました。今日は変えました。安くなった方ですね。3-1だと3つが振り込んだ。足が痛くなければ分かりました。すいません。もうズリズリだよ。もう本当に今日はちょっと前半はまだね抜けて惜しかったなみたいなのだったんですけど、その後どんどん噛み合わなくなってきてるんで、極端に狙っていこうと思います。新井翔吾ちゃんの陰線ですので、陰から買いたいというところですが、実は翔吾ちゃん江戸川の陰あんまり。でもね、波風ない時はいい差し場ができました。まあ足もいいですからね。はあ、これまたね、二択ゾーンに今来てます。ウイチがね、うまいんですね、結構。2着走っていて、うちの2人が追いかける展開だった。
ったんですが、はい、ただ江戸川のインコース少し追いつくような感じで先回り、直近10回4勝なんですよ、翔吾ちゃんは。はい、まあ磯村君としては、波がないと強いというのは知ってます。ただ、ね、逆に波がないと弱いのは正光ね。さっき波がないと強い翔吾が逃げれるんじゃないかだとしたら、ウイチガイ続いています。さて11レースのピッチャーのほら本当に弱いんだよね。もうせっかく書いたし、今年はいきなり消してやられるのも嫌だから。川の流れは1マーク1マーク1マークの射撃数40センチ前後です。この水面状況における船いいですか、声出してるからこう滑稽に見えるだけであって、あなた方もやってるでしょ絶対に。知ってますよ、みんなやってます。ブイ違いでもう金額まで言っちゃう。123の5が1万円、123の6が5000円、それ3万でしょ。で14の56が5000円。また5号艇の西岡選手はどんな船足ですか。石岡君はもうちょっと伸び足ですね。今言ったんで気が済みました。4のね、これですね、4の山口選手が3の増田進さんのスタートがへこんだら仕掛けるんじゃないかと。で4が寄せていくと、まあ、鉄平ちゃん余裕で展開ついて、ね、上手ですから。でそうなるとやっぱ5-1前5-1この形になるんだろうなと思ってます。で、まあ、4がそのままこう上にバーンっていくような形になって、で鉄平ちゃんがそれにまあついていこうとして間にもみくちゃになったりすると、流れた位置の内が伊佐夫さんの差し、これはあっていいんじゃないかと思っております。最終的にこっちの、まあ、金額はね、あのさっき言った内側よりも少ないんですけれども、こっちで狙いたいと決めました。お願いします。16-1前6、金額の振り分けはこうなっております。16前を安く、1前6を高く、いいところ拾えたらいいなと思います。はい、失礼。11レースこちらです。ここもあの先に買ってたんですけど、なんかやっぱりさっと買ってる感じがするんですよね。あんまあ、逃げるだろうみたいな、さっきの10レースもそうだったんですけど、ただこっちの方が2、3着は悩みました。相手に全員いいじゃないですか。4も6も切りましたけど、山口選手もいいし、まあ、当然シリーズリーダーだった加藤正彦選手もいるんで、2、3着は迷ったんですけど、あえてこの1-2-5-5-2あたりはさておき、この3後手の増田選手が配当を上げてくれそうな気がするんで、4の攻めを受け止めて3コースから外前すれば、実際今節も確か3コースから、そうですね、初日かな2等まで来て 1-3 みたいなレベルでいい配当を出してるので、ちょっとそこに期待したいです。あと石渡さんにもやっぱり準優乗ってもらいたいっていうのあります。今日どうなんですか、ちょい負けぐらい、もうちょっと負けてるぐらい、後半厳しい、はい、なんとなく分かる気がします。まあ、てっぺん揃ったと思います。なるほど、分かりました。はい、風ほぼなしの向かいの潮だ、てっぺん531で決まってくれ、531で頼む。よ
しよし、こうだ。あー、かなえかなえかなえ。増田さん、オーケー。いつさんのく、いつさんのく、いつさんのく、2しかない。うわー、カープーさんか。いつさんでお願いします。ダメ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 、これはか。少しちゃったからね。いいしかない。なんで？なんか謎の腰痛が来た今。一周渡さー。よーし。あれ、4になってる。いやー、ちょっと2とこしかない。加藤さん、足痛い。加藤さん、ダメだよ。加藤さん、4になる。ダメだって言ってたの。6だよ。いや、それ2だろ、2。さすがに加藤さん、そうは言える。おい、クソだろ。おい、いいね。いや、用はないって。石渡さんはもう、いやいや、加藤さん、加藤さんがやられるなんてありえんの。6になるの嫌なんだよ。いやいや、加藤さんだよ、こんなもん。よっかあ。粛々と。いよいよ背水の陣になりました、収録中フル坊主、久しぶりのフル坊主が2024年初江戸川ナイス収録になる可能性が出てまいりました。渾身の勝負目こちらです。16前1前6、内山くんの6コース、まあ、あの内山さんの6コース以上に信頼できる感じでございます。で、本来であれば永田ロックもね、江戸川の院直近10回で3勝ぐらいしかしてませんので、展示の雰囲気見たら4のね、渡辺芳さん一騎という46前4前6みたいなところも浮かぶは浮かぶんですが、ただ芳さんのね、その江戸川の4コースの成績見るとスタートあんないかんのですよ。それを考えるとまあこっちになっちゃうんですよね、天秤にかけると。なので1前6と16前これでいきたいと思います。オッズでどれもこれもシビアな感じですが、まくれるようにということで10系5系20系5系の16前は5系と、合計60系の勝負で締めてギリギリ200系届かないぐらい当たれば全まくりと今のところですけどもね、なってる。一番出てますね。はい、伸びもしっかりしてますし、曲げ足もまたね、かなり強めと。ちょっと待ってもらっていいですか。はい、まあ渡辺君、昨日の方が伸び足良かったように思ってるんですけどもね、今日も前半レースでもしっかりスタートして。いや、でも渡辺まくりがあれ、左側にいたらもう完全に揺らいでたんですけど。曲げ足もしっかりしてるというところですね。続いて1号艇永田選手の64号機はどうですか。永田ロックもね、江戸川の委員は弱いのよ。直近10走だと8勝とかしてるんで、まあ、大丈夫とは思うんですけどね、この水面なら。お願いします。はい、12です。1246 10K、61225K、6124124 1K、6-1-2-1-2 のところだけ 6K と、6が行きそうな雰囲気あったんだよね。で、今日6ちょいちょい来てるし、これでもしかしたら連勝止まるかもしれないから、あ、連敗止まるかもしれないから。はい、それでは最終レース、実数前半の1レース目でほぼ外れみたいなガミがあったっきり結構負けてるので、ここで勝負。
まあ、今節スタートを苦しんでた永田選手ですけど、まあ、勝負がけで最後ですからここはインから1本いきたいと思います。で相手にですね、同じく勝負がけの寺島選手、今節いいですし、横に山久さんがいるのであんまり強烈な攻めを食らうとは思えないので、しっかり2コースから刺して1、2からの4、6で逆転2番手あるとしたら方さんだと思うので1、4、2っていうのを抑えましたね。こっちの6の2ちょっとまでは回らなかったです。はい、これでいきたいと思います。4頭、2頭、これ1はチョロ1もチョロいっちゃったんですね。じゃあもう今日はまだ負け初に負けてますね。あ、じゃあここで当たれば、あ、なるほど、ちょっとお互い笑って、はい、行きましょう。はい、お願いします。お願いします。ただいまボートレース江戸川の最後に声を出させてください。票数確定まで、6区の遠慮ロックがあるからな、遅れるやつ。昨日早くなかったですか？昨日早かった、早かった。ゼロ級だった昨日。今日は、今日前半がゼロ級だった。遠慮はしないと。頼むぞ、ホーさんにまくられんなよ。そう、山久さんがある程度41616とかね、やめてよ。あ、やばい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 、うわー、伊賀行った。1番永田をつけて回っていく。3番の山子が外に行く。内側から4番、うわー、渡辺を刺してバックに。何でそれ。2コース確認、2番の寺島先頭で、そして2番手ロック。5番の柴田、さらには幕内6番の内山、外枠の内山に行きました。その後ろの3番の横原のスタートでした。西2番区トップ旋回は2番の寺島、2番手は小回り5番柴田に対して、6人ならまだあるんじゃない。6番の内山が後方に入ってきました。まだ2番手は平層です。逃げて1、6番手は何のところか。2番の寺島がトップで、旋回2番手は5番柴田を回して、6番の石山が差し込んでいきまして、ここは勝負かけに2番手に上がってきました。6番の石山が2番手、3点審査3番手で、5番の柴田の体勢は2番、6番、5番の体勢で2番手と移ります。2番の寺島がまだ3点差の2周回目、2番手をクリアしています。2番手が6番の内山、3番手が内側ぐるっと回ってきた。4番渡辺が合わせてきました。5番柴田との転換を忘れてきましたけれども、3番手がまずは5番柴田が切る決算最終周回です。しかし、もう一度4番の渡辺が内側ぐるっと回してきました。3番手がほぼ並んだ状況になって、最終周回の1番です。トップ2番の寺島、2番手の内山、3番手は渡辺が先制していく。5番柴田が差し込んできた。最後のバックスイッチ入って、5番の柴田が差し込んでの3番手、体勢は2番、6番、5番の体勢で、これで声出したいですね。2番の寺島の順位は先頭です。最終3番手がこのままいきますが、先頭通過。2番手、6番の内山出世で勝負が行くのでは成功。3番手の後半が後輩と決着になります。まもなくゴールを迎えていきます。16でもなく46でもなく26。結構負けたな。3連勝3式2番6番5番4番2070円以上でございます。さあ、というわけで、はい、まあ、新年一発目終わりましたけれども、ついに久々の、収録坊主やらかしました。キングですね。最後まで噛み合うことなく、で、依然連敗中でしょ、はい、でも体調ちょっと戻ってきてるね。目が開いてるもん。体調は治ってきた。150件の代償で体調がちょっと良くなりました。俺200系近く行ったけど何も変わらん。俺150系ぐらい負けて足痛くなりました。ひどくなってるか、はい、足落ち。まずいっす。そう、役所だ。まあ、もう、今年も波乱万丈、こんなことはいろいろ起こりそうですけれども、楽しくね、1年終わってよかったねと言えるように
頑張っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。